寝ております。寝ております。翔くん最近いるんですよね。ワンちゃん薬あげてくれたのかな。ワンちゃん目は薬飲んで目薬先生は治ってきましたね。さあ、これでミミちゃんがですね、寝てます。ちゃんとダルちゃんも寝てますね。で、ちょっとおやつ気味に食べてるね。ゆうちゃんが残ったら全部食べます。これちょっと私の方もゴルちゃんが多めが残したのを食べてますね。おじいすか。なんじゃこりゃ。何やってんだ。ちょっと前に参ります。よおやじ、楽なんだよこれがよ。俺はよ、ほっといてくれよ。楽だ、楽ちん。中でリハビリみてえだよな。大丈夫さ。なんでよ、これいつものだよ、いつも。はい。あら、どうした。カリカリを食べてもなんか前のような苦痛はないみたいですね。または嗅覚の話問題かもですね。キビちゃん、痛い。ミミちゃん、あーかわいい。終わり。おしまい。また食べなくなってきたな。焼きガツオにツナ缶チュールをかけて、まあ、焼きガツオも食べてますね。やっとこさ、ちょっと気温が下がってるのもあるのかもしれないですけどね。朝もルビカン半分ぐらいだったんですね。昨日もう勢いよく全部食べちゃったんで来てますけど、
もう散歩にちょっと行って、またすぐ戻ってきましたね。やっぱ賢いですよね。散歩にすぐに戻ってきました。半袖なんですけど、やっぱりちょっと今、長い息が出ていくところですね。船は下は荷物がありそうですね。波は収まってます、ね。はい、おやっち。よいしょ、ほい、よいしょ。はい、行こう。はい、ミミおいで。キキ帰る、おいで。キキ。キキもおかしい。
どうもお帰り。はい。はい。よいしょっと。はい、結局お部屋帰ろうか。あれ、なんだろう、どこに敷物がいっちゃった。実は食べてますね、今は。下にさっきの焼きガツをそのまま置いてあるんで、それもまあ食べてくれりゃいいんですけどね。で、玉の伝説はこれで、送っていただいたのが最後の。やっぱり2日間ぐらい船なんか入ってないみたいで、荷物も止まってるみたいですね。今船来てたんで、多分荷物来ると思います。ちょっとエナジーチューの方もあんまり食べなくなってきたんで、どうしたもんかなと思ってるんですけど。サンジャーンです、この二人はとりあえず出します。出て足はかぐわ、背中はです、ね、ちょっともう、外組は後にして、フードを取るにもですね、背中が向けられないんで、ちょっとひねっちゃいますよね、体ね。はい、どうぞ、いきますよ。知らないって、ちょっと食べてないよ、こうね、これ食べてごらん。よし、あ、チャンスだ、止め。あ、いや、ここもおしっこされてるな。うわ、まいっちゃうな、もう。おしっこされてばっかりで。ゴロちゃんこっちで大丈夫だ。ゴロちゃん、アビもこっち、アビもこっち、よいしょ。一応全員食べたな、これで。で、もう先にですね、これセッティングしておきました。はい、入れます。はいはい、入ってる入ってる。スイカいたね。スイカ早くあげようね。お腹すいたね。そうだね。よし。はいはい。ここね。ここ学習してください。ここね。あたちのご飯はここっつって。なんかちょっとポコはその名前が。ちょっとね。でも可愛いよね。痛い、もうかもないよ。
左足は大丈夫そうですね。とは。よし。OK。こう、要素、こう食べますね。食べる、まあ、変色ではありますけど、食べますね。今、またブリを食ってますね。で、カツオの、うちぶつの寒天ゼリーシャノフも食べます。ほかほかに帰ってきてますね。入れろ、つってですね。入れましたね。だからさ、出遅れるとさ、困るわけよ、マルちゃんね。ちょっとエアコンの音がうるさいですけど、ちょっとスイッチ切ります。よいしょ。もちろん今日は暖房です。よいしょ。はい、残しちゃったぜ。